この項では、幕末の訪韓外交について解説する。ラクスマンのエカチェリーナ号ロシアは当初日本との通称を行うにあたり、パベルレベデフラスのような商人の活動に期待していた。しかし、陸軍の軍人であったアダム・ラクスマンは、大国や高田優ユ漂流者の日本への送還すると、同時に日本との通称を行うことを計画し、 エカチェリーナ2世の命を受けることに成功した。通称要望の新書は、エカチェリーナ2世ではなく、シベリア総督の名前で出されたが、ラクスマンは、ロシア最初の県秘施設となった。1792年9月、搬送ブリッグエカチェリーナ号を率いて、ネムロ国に到着した。ラクスマンは、江戸に出向いて漂流民を引き渡し、通商交渉を行うことを希望したが、 老中、松平貞信らは、ラクスマンを函館に開港させて漂流民の身柄を受け取ること、シベリア総督の親書は受理せず、もしどうしても通商を望むならば、長崎に開港させることを指示した。この結果、ラクスマンらは1793年6月、函館に入港して上陸し、正さに赴いて、コーダユーラを日本側に引き渡した。ラクスマンは、 長崎への入港許可証を交付されたが、長崎へは向かわずに帰国した。レザノフのナジェージダ号ニコライ・レザノフは、ロベイ会社経営者であったが、その発展に日本との交易が重要と考えており、施設の派遣を宮廷に働きかけた。彼は、日本人漂流民の津田湯一行を創刊する名目で、県費施設として、ロシア皇帝アレクサンドル一世の新書を携えた。 正式な施設団を率いることとなり、ラクスマンが入手した心配を携え、アーダム、ヨハンフォンクルゼンシュテルンの世界一周航海艦隊の隊長として、ペテルブルクから出港し、南米周りで太平洋を航海してカムチャツカへ到着した。1804年ナジエジダ号に乗って9月に長崎の出島に来航する。しかし、交渉は進まず、レザノフたちは、 半年間出島に留め置かれることになる。翌年には、長崎奉行、東山影国から通称の拒絶を通告された。レザノフは、長崎での交渉が膠着した経験から、日本に対しては武力をもっての開国以外に、手段はないと上層した。後撤回した者の,の部下のフボストフが単独で1806年に、カラフトのマサキ藩の番書、1807年に、 エトロフ候補か各所襲撃する。フボストフ事件により日露関係は緊張する。以後、江戸幕府は、自らの維新維持のために内外に対して、強行策を取らざるを得なくなり、やがて1811年には、ゴローニン事件が発生する。裏側における、コロンバスと、ヴィンセンス米国は、アヘン戦争後に清と防火条約を結ぶことに、成功した。 国務長官のジョン・カルフーウンは、講師として、清に滞在していたケイレーブ・クッシングに対し、日本との外交接触を開始する、胸の指令を与え、その指令書を、東インド艦隊司令官に任命されたジェームズ・ビドル、が、神まで運んだ。しかし、クッシングはすでに帰国した後であり。また、彼の後任であるアレクサンダー・ー・エバレットは、日本への後悔に耐えうる。 健康状態ではなかった。このため、ビドルは、自身で日本との交渉を行うことを決意した。1846年7月7日、ビドルは、戦列艦、コロンバス及び戦闘スループヴィンセンスを率いて、日本に向かって、マカオを出港し、7月19日に、浦賀に入港した。直ちに日本の船が領艦を取り囲み、上陸は許されなかった。ビドルは、 防火条約と同様の条約を日本と締結したい、胸を伝えた。幕府からの回答は、オランダ以外との通称を行わず、また外交関係のすべて長崎で行うため、そちらに開港してほしいというものであった。ビドルは、辛抱強く、敵外心や米国への不信感を煽ることなく、交渉することが求められていたため、それ以上の交渉を中止し、7月29日、 両艦は、裏側を出航した。なお、ビドルが来訪するであろうことは、その年のオランダ風雪書にて、日本側には知らされていた。グリーンの上官、プレブル東インド艦隊司令官である、デビッド・ガイシンガーは、関東のオランダ領事から、アメリカ捕鯨船の船員18人が、長崎で牢に入れられていることを聞いた。ガイシンガーは彼らの救出のため、部下のジェームス・グリーンに、 長崎に向かうよう命令した。グリーンは1849年4月17日に長崎に到着した。グリーンに与えられた命令は注意深くしかしながら断固とした交渉を行うことであった。グリーンは捉えられている船員の解放を要求し、また、米国の軍事介入の可能性をほのめかした。オランダ将官の手助けもあり、4月26日には、 全員が解放され、グリーンの元に送り届けられた。実際には、捕鯨船の乗員は、オランダ船で、米国に送還される予定であった。しかし、グリーンは、強さを見せたことが成功につながったと判断した。その後、グリーンは、米国政府に対し、 日本を外交交渉によって開国させること、また必要であれば強さを見せるべきとの権威を提出した。彼のこの提案はマッシューペリーによる日本開国への道筋をつけることとなった。黒船来航米国の捕鯨船は1820年代から日本近海に現れていた。また米北戦争により、 カリフォルニアを獲得したため、米国西海岸と中国を結ぶ航路が開かれた。このため日本との外交関係を樹立することは、米国にとって有益であると考えられ、ミラード・フィルモア大統領は東インド艦隊の司令官であるジョン・オーリツクにその任を与えた。しかし、オーリツクは部下とのトラブルのため任を解かれ、代わって1852年2月、マシューペリーにその任務が委ねられた。 ペリーは任命される一年も前の1851年1月には日本遠征の独自の基本計画をウィリアム・アレクサンダー・グラハム海軍長官に提出していた。ペリーは日本を開国させるためには軍事的な威嚇が必要と考えた。このため5隻の蒸気船を含む13隻の艦隊を編成することを計画した。しかし実際には 使用可能な蒸気船は3隻だけであり、そのうち1隻は出航が遅れたため、第1次の遠征には間に合わなかった。結果として、第1次の日本遠征は2隻の蒸気フリゲート、2隻の搬送スループの4隻という小規模なものになった。1853年7月8日、ペリー艦隊は浦賀に入港した。7月14日、 幕府側が指定した栗浜に護衛を引き連れ上陸、戸田市栄、井戸行動に開国を促すフィルモア大統領親書、帝徳の信任状、覚書などを手渡した。幕府は、将軍、徳川家吉が病気であって決定できないとして、返答に一年の猶予を要求したため、ペリーは、返事を聞くため、一年後に再来航すると告げた。艦隊は6月12日に、 江戸を離れ一旦香港へ帰った。このペリー来航は前年のオランダ風雪書で予告されており、旧跡の感銘も記されている。さらには陸兵及び工場兵器を搭載しているとの噂も含まれていた。オランダは米国の軍事的圧力によって開国させられるより、オランダと平和的に外交関係を結ぶべきと幕府に訴えたが、 これは無視された。ペリーは、香港で、将軍、徳川家吉の死を知ると、約束の一年を待たず、再び、日本を訪れた。海影7年1月14日に、サウサンプトンが現れ、1月16日までに、帰還サスケ花、ミシシッピ、ポーハタン以上、蒸気外輪フリゲート、マセドニアン、バンダリア、レキシントンの6隻が到着した。2月6日に、 サラトが2月21日にサプライが到着して、計9隻の大艦隊が江戸湾に集結した。約1ヶ月にわたる協議の末、幕府は返答を出し、アメリカの開国要求を受け入れた。3月3日、ペリーは約500名の兵員を持って、武蔵区に神奈川近くの横浜村に上陸し、全12カ条に及ぶ。 日米和新条約が締結されて、日米合意は正式なものとなり、三大将軍、徳川家光以来200年以上続いてきた、いわゆる鎖国が解かれた。その後、伊豆国下田の両戦時へ交渉の場を移し、5月25日に和新条約の最速を定めた全13箇条からなる、下田条約を締結した。プチャーチンは、ロシアも、 極東地域において影響力を強化する必要を感じ、皇帝ニコライ一世に極東派遣を権限1843年に審を呼び、日本との交渉担当を命じられた。しかし、それが実施に移されたのは1852年になってからであり、日本との条約締結のために権費、全権施設に任じられ、皇帝ニコライ一世により平和的に交渉することを、 命令された。途中英国で、蒸気船ボストークを購入し、1853年8月22日、ペリーに遅れること1ヶ月半後に、機関パルラダ合以下4隻の艦隊を率いて、長崎に来航した。長崎奉行の大沢安成に国書を渡し、江戸から幕府の全権が到着するのを待ったが、クリミア戦争に参戦したイギリス軍が、 極東のロシア軍を攻撃するため艦隊を差し向けたという情報を得たため、11月23日、長崎を離れ一旦上海に向かった。1854年1月3日、再び長崎に戻り、幕府全員見、川地敏明、筒井正則と、計6回にわたり会談した。交渉はまとまらなかったが、将来日本が他国と通商条約を締結した。 場合にはロシアにも、同一の条件の待遇を与えることなどで合意した。翌1854年10月21日、ディアナ号に乗り換えて、函館に入港したが、同地での交渉を拒否されたため大阪へ向かった。翌月に、天保山沖に到着、大阪奉行から下田へ開港するよう要請を受けて、12月3日に、下田に入港した。 報告を受けた幕府では再び、川地敏明ら、筒井正則らを下田へ派遣、プチャーチンとの交渉を行わせた。交渉開始直後の1854年12月23日、安政東海地震が発生し、交渉は中断。1855年1月1日、中断されていた外交交渉が再開され、5回の会談の結果、2月7日、 プチャーチンはついに日ロワ新条約の締結に成功した。ペリーとは対照的にプチャーチンは軍事的威嚇などをすることもなく紳士的に交渉を続けた。このため川地利明はプチャーチンの姿勢に好感を持った。英国東インド艦隊機関はウィンチェスター・プチャーチンとその艦隊が長崎に入港中であるとの情報を得た。ジェームズ・スターリングは それを創作、打歩すべく機関の反送フリゲートウィンチェスターと3隻の蒸気軍艦を率いて1854年9月7日に長崎に入港した。すでにプチャーチンは長崎にはいなかったが、スターリングは英国とロシアが戦争中であること、ロシアがサハリンを呼び、千島列島への領土的野心があることを警告し、幕府に対して局外中立を求めた。 この時の長崎奉行は水野忠則であったが、もともと水野はペリーとの交渉のために長崎に派遣されていた。このため、水野はスターリングも外交交渉のための来航と考え、幕府に許可を求めた。江戸幕府の許可を得た水野忠則及び同盟付長井久氏が同年10月14日、日英は新条約に調印したに、 機関のスクリューフリゲートアスコルドイカ9隻の艦隊を率いて江戸に来航した。村ビオフはカラフト全土をロシア領とし、宗谷海峡を日露国境とすることを主張したが、江戸幕府はこれを拒否した。この交渉の間にロシア士官一人と水夫一人が横浜の鳩場近くで突然抜刀した日本人に襲われ殺害されるという事件が発生している。 これは、幕末期の最初の外国人殺害事件であった。しかしながら、村火オフは、賠償金の請求は行わなかった。この事件の幕府側担当者は、神奈川奉行の水野忠則であったが、責任を問われて左遷され、翌年の蔓延元年検米施設に加われなかった。さらに、この際部下に、事件の調査を任せ自ら動かなかったことが、英国講師。 ラザフォード・オールコックに嫌われて、当時外国武行でありながら、文級拳王施設からも外された。ロシア艦隊の太平洋司令官であった、リハチョフ大佐は、不登校を確保するため、津島海峡に根拠地を築くことを提案したが、日本との関係が悪化することを懸念したロシア政府は、リハチョフの提案を拒絶した。しかし、海事省大臣であった。 対抗コンスタンチン・ニコライエビチが、津島への艦隊派遣を許可させたため、リハチョーフ司令官の命令により、ニコライ・ビリリョフが艦長を務める、上記コルベット・ポサードニクが派遣された。ビリリョフは1861年4月25日に、津島に到着、藩主への面会を再三要求し、5月2日には、芋先の咀嚼を求めてきた。ロシア側としては、 強引に、津島藩に咀嚼を承諾させ、これを既成事実として幕府に認めさせる思惑であった。津島藩では、対応に苦慮し、面会要求を拒否しつつ、長崎と江戸に休止を派遣して、幕府の指示を仰いだ。長崎奉行、岡部長常は、津島藩に対し紛争を回避するように慎重な、対応を指示する一方で、不法行為を質問する章。 ビリリョフ艦長に送ったが、有効な手は打てなかった。幕府は、外国奉行、小栗忠政を津島に急破して、事態の収拾に当たらせたが、解決方法に関して、幕閣と対立し、小栗は解任された。英国法師、ラザフォードオールコックは、香港でこの事件を知り、英国東インド艦隊司令官、ジェームズ・ホープと協議し、軍艦2隻を津島に,津島に派遣して、 偵察を行わせた1861年8月14日、オールコックとホープが幕府に対しイギリス艦隊の圧力によるロシア軍艦隊協を提案、幕府はこれを受け入れた。8月28日、イギリス東インド艦隊の軍艦2隻が津島に開港指示行動を行い、ホープはロシア側に対して厳重抗議した。ロシア領事、 ヨシフ・ゴシケイビチは、イギリスの干渉を見て、形政不利と察し、ビリリオフを説得。9月19日、ポサードニクは、津島から退去した。イラストレーテッド・ロンドン・ニュース1863年11月3日号の、イラスト安政後過国条約が締結され、1859年7月1日に、横浜が開港すると、横浜に居留する。 外国人の数は増加した。それに伴いトラブルも増えていたが、ついに第一次、東全寺事件が発生し、英国公使、ラザフォード・オールコックが襲撃された。このため、オールコックは、英国東インド艦隊司令官、ジェームズ・ホープに対し、居留民保護を目的として、軍艦の派遣を要請した。しかし、オールコックが帰国中に、第二次次、 東全寺事件が発生し、代理講師ジョン・ニールが襲われる。ニールはホープに、追加の官邸の派遣を要請した。ここに至り、ホープは、外国人襲撃は、個人的な動機によるものであり、根本的な解決のためには、幕府の強力な取り締まりが必要である。さらに幕府に、それを実行させるには圧力をかける必要があり、具体策として、 海上封鎖及び一部放題に対する限定的な攻撃を提案した。この提案は後に本国政府の承認を得ることになる。ホープはニールの要請に応じて部下であり彼の公認として東インド艦隊司令官に内定していたオーガスタス・レオポルド・キューパーを横浜に派遣した。その到着当日、すなわち1862年9月14日に 生麦事件が発生した。英国居離民らはキューパーに対して強硬な対応を求めたがキューパーに与えられた命令は海上封鎖の可能性の調査であり、またニールも慎重な対応に同意した。一方、本国政府では対日強硬策が主流になっており、1862年12月24日、 ラッセル外相からニールに対し、生麦事件の対日要求が示された。すなわち、幕府に対しては公式謝罪と10万ポンドの賠償金。薩摩藩に対しては、犯人の処刑と2万5千ポンドの賠償金の支払いを要求し、幕府が応じない場合は船舶及び海上封鎖。薩摩藩が応じない場合は、鹿児島湾封鎖や、 直接攻撃を認めるものであった。ニールもホープも軍事行動は,は最後の手段であると考え、1863年3月22日、ホープの副官であるキューパーに軍艦3隻を引きさせて横浜に呼び寄せ、幕府に最後通帳を突きつけて会場封鎖の可能性をほのめかせた。これを有料したフランス公使 デュシェーヌ・ド・ベルクールの仲介によって6月24日に、ニールと江戸幕府代表の小笠原・オサユとの間で賠償がまとまって、日本会場封鎖は直前に中断され、残る薩摩藩との対応が主目的となった。8月6日ニールは、薩摩藩との直接交渉のため、ーパーに7隻の艦隊を引き、横浜を出港。8月11日は、 鹿児島湾に到着し、鹿児島城下の南約7キロメートルの谷山号沖に投病した。当初英国側は戦闘になる可能性は低いと見ていたが、交渉は決裂し、英国は軍事行動を決意する。8月15日早朝、薩摩藩の蒸気船3隻を打砲これをきっかけに、薩摩川の砲台が砲撃を開始した。 英国艦隊は台場だけでなく、鹿児島城や城下町に対しても砲撃、ロケット弾攻撃を加え、城下で大規模な火災が発生した。陸上砲台や近代工場を備えた繁栄修正艦も破壊された。午後5時過ぎ、艦隊は砲撃をやめ、桜島横山村、小池村沖に戻って停泊した。翌8月16日、イギリス艦隊は、 城下や台場に砲撃を加えながら、湾内を南下、谷山村沖に停泊士官の修復を行う。8月17日、英国艦隊は、薩摩から撤退し、横浜に向かった。11月15日、幕府と薩摩藩士藩佐戸原藩の仲介により、代理公子ニールと薩摩藩が講和。薩摩藩は2万5千ポンドに相当する6万3百両を、 幕府から借用して支払った。また、講和条件の一つである、生麦事件の加害者の処罰は、逃亡中とされたまま行われなかった。上位機運は高まる一方であり、将軍、徳川家持は、公明天皇に対し、1863年6月25日を、もって、上位を実行することを想像し、諸藩にも通達していた。 多くの藩はこれを無視したが、上位運動の中心的存在である、長州藩は、下関海峡に砲台を整備し、藩兵及び老死隊からなる兵千ほど、搬送軍艦2隻、蒸気軍艦2隻を配備して、海峡封鎖の体制をとっていた。上位期限の6月25日、長州藩は、アメリカ商船弁プローク号を攻撃、7月8日には、 フランスの通報艦、キャンシャン号、を、さらに7月11日には、オランダ東洋艦大小族のメジューサ号を攻撃した。米艦ワイオミング号の下関攻撃この時期の、アメリカは南北戦争の最中で、上記スループワイオミングは、南軍の襲撃艦アラバマの追跡のために、アジアに派遣されていたが、アメリカ講師、ロバート・プルインの要請を受けて、横浜に入港していた。 アメリカ商船ベンプローク号が攻撃を受けたことを知らされたデイビッド・マックドガール艦長は直ちに報復攻撃を決意して横浜を出港した。7月16日、ワイオミングは下関海峡に入った。ワイオミング号は砲台の射程外を航行し、下関港内に停泊する長州藩の軍艦の水の江土の絵丸、更信丸を撃沈し、 水野とイマルを大破させた。ワイオミング号は報復の戦果を挙げたとして、海峡を瀬戸内海へ出て、横浜へ帰還した。7月20日、フランス東洋艦隊のバンジャマンジョレス巡将率いるセミラミスとタンクレードが、報復攻撃のため海峡に入った。セミラミスは、前田、段の裏の砲台に猛攻撃を加えて沈黙させ、陸戦隊を下ろして、 砲台を占拠した。長州藩兵は抵抗するが叶わず、フランス兵は民家を焼き払い、砲を破壊した。長州藩は救援の部隊を送るが軍艦からの砲撃に阻まれ、その間に陸戦隊は撤収し、フランス艦隊も横浜へ帰還した。四国連合艦隊による下関砲撃米国及びフランスの報復攻撃は、 一定の成果は上げたものの、長州藩は砲台を修復し、下関海峡は依然として封鎖されたままだった。これは、日本と貿易を行う諸外国にとって非常な不都合を生じていた。アジアにおいて最も有力な戦力を有するのはイギリスだが、対日貿易ではイギリスは順調に利益を上げており、海峡封鎖でもイギリス船が直接被害を受けていない。 こともあって、本国では多額の戦費のかかる武力行使には消極的で下関海峡封鎖の問題については生観の構えだった。だが、中日行使ラザフォード・オールコックは下関海峡封鎖によって横浜に次いで重要な長崎での貿易が麻痺状態になっていることを問題視し、さらに長州藩による上位が継続していることにより、 幕府の開国政策が後退する恐れに危機感を持っていた。日本人に上位の不可能を思い知らすため文明国の武力を示す必要を感じたオールコックは長州藩への懲罰攻撃を決意した。オールコックのこの方針にフランス、オランダ、アメリカも同意し4月に四国連合による武力行使が決定された。 1864年7月22日、四国連合は20日以内に、海峡封鎖が解かれなければ、武力行使を実行する旨を幕府に通達する。9月4日、四国連合艦隊の来週が近いことを知った。班長はようやく海峡通行を保証する。止め戦方針を決めたが、艦隊はすでに戦闘態勢に入っており手遅れで、あった。5日、午後。 四国連合艦隊は長府城山から前田、壇の裏にかけての長州砲台軍に猛砲撃を開始した。長州藩兵も応戦するが、火力の差が圧倒的であり、砲台は次々に粉砕、沈黙させられた。艦隊は前田浜で砲撃支援のもとで陸戦隊を下ろし、砲台を占拠して砲を破壊した。6日。 段の裏砲台を守備していた、騎兵隊軍艦、山形有友は資金に闘病していた敵艦に、砲撃して一時混乱に陥れる。だが、艦隊はすぐに体制を立て直し、砲撃を仕掛け陸戦隊を下ろし、砲台を占拠して砲を破壊するとともに、一部は、下関市街を目指して内陸部へ進軍して、長州藩兵と交戦した。7日、艦隊は、 彦島の砲台軍を集中攻撃し、陸戦隊を上陸させ砲60門を露飼した。8日までに、下関の長州藩の砲台はことごとく破壊された。長州藩の主力は京都へ派遣されており、このため下関守備の長州藩兵は旧式銃や、槍弓矢しか持たず、新式の5層、ライフル銃を持つ連合軍を相手に敗退した。9月8日。 戦闘で惨敗を喫した長州藩は、講和施設の使者に、高杉晋作を認じた。18日に、下関海峡の外国船の通行の自由、石炭、食物、水など外国船の必要品の売り渡し、悪天工事の船員の下関上陸の許可、下関放題の撤去、賠償金300万ドルの支払いの後条件を、受け入れて講和が成立した。 ただし、賠償金については、長州藩ではなく、幕府に請求することになった。これは、巨額すぎて、長州藩では支払い不能なこともあるが、今回の外国船への攻撃は、幕府が、朝廷に約束し諸藩に通達した命令に従ったまでという名目であった。下関戦争の賠償は、幕府が負担することとなった。 幕府は300万ドルを支払うか、あるいは幕府が、四国が納得する、新たな提案を実施することとなった。英国の信仰士、ハリー・パークスは、この機に乗じて、兵庫の早期開港と、天皇からの直挙を得ることを計画した。パークスは、他の三国の合意へ、連合艦隊を兵庫に派遣し、幕府に圧力をかけることとした。 1865年11月1日、キング提督を司令官とした、英国4隻、フランス3隻、オランダ1隻の合計8隻からなる艦隊は、英仏蘭の講師を乗せて、横浜を出港し、11月4日には、兵庫港に到着した。幕府は、老中、安倍正人及び松前忠宏派遣し、11月11日から三国の講師との交渉を行わせた。 途中、両老中の解任などの右予曲折を経て、11月24日、幕府は、公明天皇が、条約の批准に同意したと、三国に対して回答した。開口日は、当初の通り、慶応3年12月7日であり、前倒しされることはなかったが、天皇の同意を得たことは三国の外交上の勝利と思われた。また、同時に、関税率の改定も行われ、 幕府が下関戦争の賠償金300万ドルを支払うことも確認された。兵庫に集結した艦隊ところが朝廷は安政後過酷条約を直挙したものの、なお兵庫開港については直挙を与えない状況が続いた。兵庫開港の直挙が得られたのは延期された開港予定日を約半年後に控えた1867年6月26日の ことである。第15代将軍に就任した徳川義信は二度にわたって兵庫開港の直挙を要請したが、いずれも却下され、義信自身が散大して開催を要求した町議を経てに、ようやく直挙を得ることができた。兵庫開港を約束通り幕府に実行させるため、パークスの提案で、英仏米の三カ国18隻の大艦隊が兵庫に、 派遣されることとなった。1867年12月末に、艦隊は、兵庫に、到着。1868年1月1日、神戸は無事開港した。その直後の慶応4年1月3日、芳、伏見の戦いが勃発した。戦いに敗れた、徳川義信は1月6日夜、天保山沖に停泊中の米国軍艦色恋に、 一旦避難、その後幕府軍艦海洋丸で江戸に脱出した。1月11日、神戸事件が発生し、兵庫港に停泊中の所管の水兵が神戸を占領した。ありがとうございます。